プロリーグの名イベント第2回 KPKB ヘビー級王座決定戦3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー 185cm98.0kg ブレイブリージム所属安ブレイブ赤コーナー 194cm88.6kg K-1 チーム福岡チームビギニング所属ルーイ福永庄司同じく秋山組勝レフェリー和田良学。選手中、ロール効果が入りましたため、タイムストップが入っております。口頭注意が与えられました。お待たせしました。再開します。当たれよ。大丈夫よ。見てるから。おい。いいよ、そのミドルいいよ。おい。キックまで、キックまで。いろ。あ、です。いつも、応援ありがとうございます。KPKB、初参戦させていただいて、このような舞台を、用意していただいた、KPKB、渡辺代表、伊集院先生、関係者の皆さん、本当にありがとうございます。ずっとなんか暗いトンネルの中にいました。右も左も分かんなくて、それでも自分だったら大丈夫だって言って葉っぱかけて応援してくれる人は、どんどん増えてきました。自分はやっぱり格闘家なんで、やっぱり K-1 の黄金のベルトが欲しいです。今度はそれを取りに行きます。大きな夢を抱いて挑戦して、それを実現させていただきます。九州は朝日兄弟だけじゃない、14級が刑事、兄貴だけじゃないんで、で思います。これからも、応援のほどよろしくお願いします。九州プロキックボクシング